たくさん楽しんでね、全員うまくなって帰ってください。3人囲まれても自分の手も足もあるから相手見ながら自分の目だけはフリーズすることだけど、一番簡単なのはこの間に見てる。そんなに簡単に見えないけど、見ようとしなかったら見えない。こんだけいっぱい持ってんだから、自分の中にこれしっかりどんどん毎日出して、成功しないと面白くないな。ずっとやってきたこと、これいつもやってることだけど、止まるでもないし、止まるでもない。簡単に言うとミスがある。そこのところを話したね。テスト、頭のテスト。明日も頭のできるように考えてください。ね、ポンってやってればここに落ちる。ボールがセットになれるように焦った瞬間に来るんだったら、すぐ運んじゃえばいい。しっかり飛び出したらスムーズにボールと一緒についていったね。そのために受ける、それから外す、そういうことをやっているわけ でそのためには正確に止めてから蹴るまでに1秒じゃもう長いと思う。体を向けて絶対やる。その徹底的に臨み、みんなはその答えがあるかと。